激安激まずビスケットの話、激安激まずビスケットの話、まあ、こう商品名は出せませんけど、どこで買ったかもね言えませんけども、大手安売り量販店みたいなとこ行ってですね、それでお菓子をね買ってたんですね。秋口ですよ、ね、遠出するときに行動食必要だから、何かお菓子を買うと、羊羹とかね、チョコとか、あるいはビスケットを買おうと思って行ったんですね。で、羊羹チョコ買って、で最後ビスケットだと思って、ビスケット何買おうかなと思ったら、やっぱ量が多い方がいいですよね、コスパが高い方がいいと。で、行動食、自転車乗ってる時の行動食なんて、その味なんか問わないわけですよ。食べれてカロリーになれば十分なわけだからね。で、しかもそのビスケットも食べるかどうかわからないからね、持ってても食べませんでしたってことあるからね、補給がうまくいって別にビスケット食べなくても大丈夫だったってこともあるから、だからもう念のための手持ちの行動食、なかなかその補給ポイントが見つからなかった場合にね、束の中から出して食べるっていう、それだけのビスケットなんで、メーカーも味も問わないし、何でもいいんで、何でも安いの買おうと思って、それでコーナー行ったら、なんか海外に輸入のお菓子、輸入のお菓子だけど、一応あの日本の代理店がね、噛んでて、裏面とかにちゃんと日本語の表記あるんですよ。でも作られたのは海外ですよみたいな、そういう輸入菓子があって、でビスケットね、でそれがねコスパが異常にいいというか、100円でね、100円でどのぐらいですかね、そうですね、もう一かかいあるような、一かかいってのは、ポテトチップスの、中ぐらいのサイズ、ポテトチップスの小さいサイズありますよね、ポテトチップスの手のひらぐらいの小さいサイズの袋、あれにぎっしりビスケットが入ってるような、そういうコスパの良さで、あ、これはコスパが高いと。で、それをね3個ぐらいもう買っちゃったんですね、安いからね。で、持って帰ってとりあえず1個開けて食べた、これが激まずでですね、まずい。なんかビスケットって油っこいんだけども、油の味がするんだけども、なんか油がねちょっと腐ってるような、古いような、でビスケット自体も湿気ちゃってて、うん、それでまあ味もですね、もう古い油の味がするというか、で2、3枚食べたらもう食べれませんみたいな、限界ですみたいな、そういうもので、私ねあんまりそういうビスケットとかでうまいとかまずいとか言わないし、あの残すなんてことねありえないんですね。お腹いっぱいで残すことありますけども、別に普通の状態でそういう買ってきたも食べてまずいから残すなんてことありえないんだけど、それはねちょっと今日は無理だなみたいな感じで、でまあそのままにして、でその次の週ぐらいにね、あの自転車乗り行って、でそのビスケットもね消費しないといけないから、で持ってったんですね、で食べて、で全部食べきれずに持って帰って、で2袋目行ってですね、これも家でちょっと食べて、やっぱダメだなみたいな感じで、で持ってってまた食べてみたいな感じで、でようやく2袋をね、一月ぐらいかけて消費して、3袋目をこうチャリ乗る時に持ってって、で半分ぐらい食べて、でもう無理だと思って、まずさというかね、油の古さというか湿気てる感じとか、自転車に10時間とか15時間とか乗ってね、お腹ペコペコなんですよ。何食べてもうまいんですよね、本当に何食べてもうまいんですよ。もうチョコレートなんか食べた日にはもうとんでもなくうまいっていうね、そういう状態で食べてもまずいわけ、残しちゃって、はい、で結局そのね3袋目の残った半分ぐらいは捨てるっていうね、はい、もう開けてだいぶ経ってるし古いし、でもう味がねもうどうにも変化しないと、家で食べてもまずいし、行動中に食べてもまずいし、十何時間乗ってペコペコでね食べてもまずいんで、これはまずいんだろうと思って、
で捨てるっていうね、はい、そういうあのとんでもない、激安の激まずのビスケットに、遭遇しました。